はい、どうも、こんばんは。ワドです。音声問題ないでしょうか？はい、ワド2、本田さん。あ、ケイスケ本田さんいらっしゃい。どうも。いやー、もう、何時間前かな？ 4 時間ぐらい前かな？寝起きで本当にイライラしたよ。寝起きでイライラしたよ、俺は。なんかさ、LINE に、この写真をアップロードしたんですよ。タイムラインっていう機能があって。で、タイムラインにね、俺の作品をあげたら気持ち悪いっていうコメントが2件入ってたんだけど、お前らの方が気持ち悪いわと思って。朝の俺たち鉄さえ作れないよって話。いやいや、まあまあそういうことだと思うんだよ。ありがとう、面白いって言ってくれて。はい、こんばんは。嬉しいね。でもまあ、なんだろう、面白いっていうか、まあ、なんだろう、本当にね、俺は日本っていう国は豊かだけど病気だって思ってるから。豊かだけど病んでる国なんだよね、俺らが住んでる日本は。で、根本的なね、やっぱ癌細胞みたいなのを取り除かないとね、やっぱり良くならないよ。本当に恵まれてる国なんだけどね。まあまあ話それたから元に戻すんだけど、なんかね、結局、アンチって特定の一部の人間で、で結局ね、元囲いのやつなんだよね。そのミュールってやつとかさ、俺の放送自分からさ、見ないとか言って、自分から言い始めて、なんか裏切ったくせに、未だに俺のこと監視してるんだと思ったら気持ち悪いと思ってさ。すげえ気持ち悪いと思って、散々良くしてやって、時間もさ、金もかけたのにさ、もう本当に裏切られた気分だよね。あ、もう、ああいうアンチとかって相手にしたらダメだなと思って、未だに監視されてんのとか怖とか思ったもん、本当に。嫌なら見なきゃいいのにっていう。だからね、結局ね、俺のアンチってさ、ほら話ができないじゃん。向こうから質問はしてくるけれども、俺の質問に答えなかったり、卑怯なやり方するでしょ。結局ね、別アカウントでね、作ってるだけなんだよ。あ、言わどつ。なんかね、卑怯なやつですよ、本当に。なんか部とかいうやつも気持ち悪くてさ、プライベート LINE 送ってくんなって言ってんのに、なんかババアが、なんかぶっ細工なババアが、いきなりなんか配信見てますとか言って、まあ配信見てますは LINE 別にいいと思うんだけど、なんか仲良くしてくださいとか言っていきなり顔写真送ってきて。だからね、結局俺のアンチってね、俺に相手にされなかったブスなババアなんだよね。これが現実だよ。よくわかったよ。粘着してて。だからもう勉強もしてないしさ、なんつうの、パッパラパーなさ、相手にされなかったババアどもが発狂してるだけなんだなと。よくよく考えたらね、男のアンチって粘着質な人って少ないけど、女だよね。やっぱ粘着質なのって。はい、こんばんは。まあね、やっぱりね、なんていうのかな、依存体質な人はダメだね。なんか俺は、まあいつも言ってるけど、リスナーと仲良くする気なんか全くないから、そういうのは他でやってって思うもん。まあ他でも相手にされないと思うけど。そんな感じかな。まあ朝からすごい気分悪かったっすよ、僕は。まあでもね、なんかね、LINE のいいところ、やっぱ匿名じゃなくていいところっていうのは、結局顔さらして、あ、こいつだったんだっていうのがわかるところだよね。そういうところが分かるところが、俺はいいなって思うね。なんか、なんつうの？こう、すっきりするじゃん。あ、こいつが書いてたんだ、みたいな。まあ、ツイッターにね、キャプって晒してあるんでね。好きと嫌いが強烈に共存するアンビバレンスってやつだろうね。好きと嫌いっていうのは関心がある方に入っちゃうの。好きと嫌いって対極にある感情なんだけれども、関心度で言ったら一緒だから、関心か無関心かで言ったら関心があるんだよ。だからね、その矛盾に耐えられないんだと思うよ。そうそう、元ファンなんでしょ。せっかくの飯の種。いや、逆よ、プースケ。要は飯の種っていうかね、食い物にしたくないのよ。食い物にしてる奴らとかいっぱいいるから、
だからそいつらをなんか食い物にしたくないんだよね。うん、どこにも居場所がないやつだから。はい、こんばんは。和田じゃないよ、俺。アンビバレンスが強烈に存在する両化性。強烈に共存するアンビバレンス。でもね、あれなんだよ。結局ね、嫌いだ嫌いだって言っても、ずーっと俺のこと見てるわけじゃん。だったらね、好きっていう風に自分の気持ちを素直に言ってごめんなさい、和道のこと応援したいって言った方が絶対いい関係築けると思うんだよね。そう思わない？だってさ、もう関心があるのはさ、逆らえないことなんだから。まあね、俺にラジコン性求めても無理だっていうのは、まあ、うちのリスナーさんはよくわかってるよね。特にさ、うちのリスナーさんなんてさ、年齢がさ、3、4、50代で俺より年齢上なのよ。で、長く見てくれてるから、俺のことすげえ大事にしてくれてるから、で、なんだろう、その和道に関心があるっていうところって、やっぱりさ、その働かないとかさ、そういう無茶苦茶な思想をどこまでこいつ体現できるのっていうところに関心があるわけじゃん。なんか、その、なんて言うんだろう、反社会的に一見すると見えるけれども、なんか、まあ理にはかなってるよねっていう、確かに世の中おかしいよねっていう、それをじゃあどこまでお前はできるのっていうところを見守ってくれてるわけじゃん。だからさ、そもそもがさ、その社会と戦ってる配信だから、まあ、政府側と戦ってる配信だからさ、ラジコン性なんか絶対皆無なわけだよ。だからそれを理解してないで、なんか、その自分が構ってもらいたい層っていうのはいるわけだ。メンヘラさんとか。だからね、そういうのはね、やっぱ対象外だよね。まずその、俺のやりたいことを本質を理解してないわけだから。そうだね、俺の振れ幅も許容してくれてる人は多いね。俺のことを応援してくれてる人は。要は、そこが面白いんじゃないっていうのを理解してくれてる。本質の部分っていうか。じゃあ、お前が言うその哲学とか思想とかっていうのは、まあ、興味あるんだけど、じゃあ、お前どこまでできるんだよっていう。まあ、俺も若い時そういう考えあったよって。でも俺らは社会側に行ったよとかさ、社長それで俺も独立したよとか、いろんな価値観があって、まあ応援するのもそうだし、見守ってくれてるっていうところが俺はありがたいところだと思ってるから。だからさ、結局さ、映画の件にしても、シルバーの件にしても、旅の件にしても、不正受給がどうのこうのって言ってる件にしても、全部本質は一緒で、そこに関心があるんじゃなくて、俺の邪魔をしたいっていうことなんだよ、多分。その物事本質的な議論をしたいんじゃなくて、だから会話にならない。俺は物事の本質的な議論がしたいから、なんて言うんだろう、アンサーもするし、質問もするんだけれども、結局、帰ってこない。要は俺のヘイトをやりたいだけっていう。まあ邪魔でしかないよね。あ、もう見なきゃいいのになって本当に思ってるんだけど。本当うざいよね。ごめん、和田さん、つって。あ、いいよいいよ、全然。和田ではないからね。まあ、誤字だろうけど。タイプミスだろうけど。揺れっていうかね、なんだろうな、そんなに揺れてる方ではないと思うんだけどね、自分の中では。長く付き合ってくると全然揺れてないっていうのは分かると思うんだけど、瞬間瞬間とかを切り取ってみると揺れてるように見えるんだろうね。本質的な部分っていうのはあんまり変わってない気がするんだけどな、昔から、5年前から。まあ変わった変わってないっていうのはね、他人が判断することだし、まあ別に変わってるから何なんだ、変わってないから何なんだって話であって、物事がよく進んでるのであれば俺は全然 OK っていうポジションだから、結果が良くなってるんだったらいいんじゃないっていうのと、行動をしてるんだったらいいんじゃないっていうのが俺のポジションかな。もう今日はね、なんかずっとね、あ、イラ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 しててね、買い物行ったり、お風呂今上がってすっぱだかなんだけど、もうなんか配信もやる気なかったんだけど、まあ寂しくなっちゃって、まあやっぱ喋んないとダメだなと思って、まあすっぱだかでね、お風呂上がりホクホクで体をストレッチしながら配信やってますよ。ありがとう、まきちゃん。最近来なかったね。
ポーズ決めないでその時を生きてると世間的には揺れに見えるって感じ。あ、まあそうだろうね。うん、だから猫とかってさ、猫だよ、猫。うん、花火ありがとね、まきちゃん。うん、だからさ、好きなものは好きって言えばいいのに、関心がある時点で好きか嫌いか選ばないといけないんだよ。もう絶対見ちゃうんだから、リスナーは。関心がなくなったら自然と離れていきゃいいと思うんだけど、飽きたわーっつって、言わなくていいよ。飽きたなーって言って他のコンテンツ探しに行きゃいいと思うんだけど、見るんだったら好きって言って見た方がいいよ、絶対。うん、タイムラインで誰かなと思ったけど、ツイッター見て納得。ね、納得だよね。しかもさ、うちのリスナーさんほら長いからわかるけどさ、勝手に自分からさ、俺がさ、いなくなれって言ったわけじゃなくて、いなくなれって言ったわけじゃなくてさ、勝手にさ、なんかさ、テルチャンピンのことが好きなのとか言い始めて、いや、テルチャンピン好きでいいんじゃないって言って、なんか、俺のことなんか彼氏みたいな扱いし始めて、なんか、それでいいのみたいな、引き止めてよみたいなニュアンスで、じゃあ私もう和道のこと応援できないよみたいな、いや、応援しなきゃいいじゃんって言って勝手にアンチ化したわけじゃん。いや、テル見たいんだったらテル見れば、みたいな。え、私何なのみたいな。いや、お前はお前でしょみたいな。で、結局ね、なんかね、そう、ミュールとかって、他の俺のリスナーさんとかも引き連れて TCP 行こうよみたいなことを裏でやってるのよ。オフ会で出会ったやつとか、勝手になんか LINE とか Twitter で繋がったやつに DM 送って、で、なんか勝手に TCP つけてとか、もうわけわからないよね、本当に。あ、ミスケ、花火ありがとう。ミスケ、花火ありがとう。もうだから、超気持ち悪いと思って、病気だろうね、もう。病気、病気。だって、あれだよ、ミュールなんか、ミュールも晒してやろうと思ったらいくらでも晒せるんだけど、まあ、ミュールなんかさ、全部俺との LINE のやり取り消してるけど、ミュールなんか写真送ってって一番言ってたのミュールなんだよ。和道ちゃんの写真集出したら私1万円でも買うから作ってよとか言ってたのがミュールなんだよ。だから、だったら見るなよって感じだよ。キモとか言ってさ。だから結局、囲いはアンチになるのも典型的な例なんだよ。典型的な例。超くだらねえとか思うもん。だから囲いが嫌いなの。囲い体質の人。囲い体質の人って必ずアンチ化するから。要はね、囲うってどういうことかっていうと、自分の都合のいい配信者かどうかなの。で、自分の都合が悪くなったりすると、もう大嫌いに変わるのよ。だから、ダメよ。囲い体質の人はダメ。ファンと囲いは違うから。いや、わけわかんないよ、本当に。マキちゃん大好き。うん、俺も好きだよ。いや、本当にね、もうね、ダメだよ。うん、おい、ペコポコランドはどっち？気持ち悪いよね、本当に。病気だろ。うん、おい、カムさんはどっち？うん、ねえ、マキちゃんはね、タイミングが合わなかったからね。相思相愛だからね。うん、心の友だね。ジャイアン風に言うとね。そう。なんかの歯車がね、噛み合ったら肉体関係になってもおかしくない間柄だと思ってるから、俺は。キモ。ああ、いって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 。もうなんか捨て頃終わってから運動してねえから、体がね、また硬くなってきたんだよね。なんか足がつりやすくなってたりとか、肩こりとか首とかガチャガチャしたり。やっぱ運動してるとね、体はいいよ。運動しないと体が錆びてくるね。固まってくるね。硬くなってくる。やっぱ適度な運動は大事だよ。でも運動するのって寿命縮まるんだよね。不思議なんだよな、これが。健康にはいいんだけど、寿命は短いっていうね。そうそう、いらっしゃい。いや、違うんだよ、そうそう。これね、そうそう、まあ、そうそうは知ってると思うけど、早くない？もういいの？もう洗ったの？
運動寿命縮まる？詳しく。あ、いや、これはもう、運動やってる人が知ってる人だよ。ねえ、チャンリーいらっしゃい。アイテムありがとう。体育会系の人の寿命？体育会系の人とか、警察官とか、その、運動系の仕事の平均寿命が69歳。で、理系と文系の寿命が、70歳以上だったの。で、一番長かったのが理系なの。でもね、理系と文系の誤差は5年ぐらいだったのね。理系が85ぐらいまで生きたのかな、男の人。で、よくよく考えたらわかるけど、運動、アスリートの人とかって老けるの早かったりとか、プロレスラーとか、ボクサーとか、スポーツ関係だから、警察官とかも体鍛えてるから、みんな早いでしょ。おー、ココア様いらっしゃい。ペコポコランドアイテムありがとう。テミーありがとう。だから、親戚とかで考えてみなよ。実はね、50代、60代まで若々しく生きてるかもしれないんだけれども、実は寿命自体は早いの。それはなんでかっていうと、運動っていうのは細胞のターンを、あの、細胞の、その、要はさ、運動するってどういうことかっていうと、細胞をぶっ壊して細胞を再生させるから若い肉体を手に入れるわけじゃん。でも、細胞の再生の回数っていうのは限られてるの。運動をすればするほど、体は、まあ、メンテナンスができてて、走る車の状態なんだけれども、壊れるタイミングは早くなるのよ。だから、親戚の人とかそうじゃない？マキちゃん。スポーツ、バンバンやってる人って、寿命短くない？食事制限だけで痩せた方が見た目の年齢は若く、違う。見た目の年齢を若くいるんだったら運動は絶対必要だよ。運動は絶対必要。ただ、運動をしてたら健康にはなるんだけれども、寿命は短いな。柔道を教えてくれた指導者の人たち平均よりかなり早く亡くなってる。まあそうだろうね。それはもう、だって分かってるでしょ。だからほら、分かってるからアスリートの人、プロアスリートって呼ばれる人たちは、年収が高いんだ。要は、生涯年収分稼がないといけないから。だから彼らっていうのは、そう、お給料は比較的高い。その現役で働ける時間が短いっていうのもそうなんだけど。またね、これね、日本特になんだけど、痩せたら綺麗になるっていう信仰って俺間違ってると思うよ。痩せることと健康は違う。例えばね、そのアメリカの、ほら、アメリカ人ってデブ多いでしょ？アメリカ人の小学生で、まあ、規格外のデブなんだよ。日本人からすると。日本のデブとは比較にならない。で、アメリカ人の、要はハンバーガーとかコーラとかオレンジュースとか飲みまくってる人っていうのは、アンチが多い人寿命短くないんだよ。そうそう。それは逆。あ、はっきり言うよ。そうそう。アンチが多い人の寿命短くなんない。憎まれっこ世にはばかるって言葉があるでしょ。要は敵が多いやつっていうのはずうずうしいやつだから、タフなやつだから、要はね、アンチをやる人は早く死ぬんだよ。ストレス溜まるから。でもアンチが多い人っていうのは、要は社会性がなくて自由にのほほんと生きてるから、俺めちゃめちゃ寿命長いと思うよ。俺はっきり言うよ。タバコバンバン吸って、働かないで、こじきで金もらって、ね、遊んで暮らして、ね、俺多分なんだけど、多分ね、87ぐらいまで生きると思うよ。で、俺が言ってやるよ、その時若い奴らに。ああっつって、なんかタバコ吸うとどうのこうのとか、働けとか言ってたやつは、みんな死んだよって。俺がちゃんと後世に伝えるから。ああ、みんな死んだ、死んだっつって。一生懸命やってる奴ら全員死んだよっつって。いや、これは絶対あると思ってる。早く死ぬが若さは保てる。それが正解ね。それが正解。そう。だから、適度な運動はいいの。で、これ言う、あの、まあまあ、あの、運動をやってる人だったら分かってることなんだけど、適度な運動って何かっていうとね、要はね、あのね、じゃあ、食い物の話、ちょっと入れてこうか。酸化っていう現象ってあるでしょ？酸化。酸素と結びつくっていう現象。じゃあ、果物が酸化すると皆さんどうなるかコメントで書いて。果物が酸化するとどうなります？果物が酸化すると。はい、どうぞ。果物が酸化するとどうなる？はい。
黄色くなる。黄色くなるっていうことをどういう表現する？果物が酸化すると。食べ物ね。食べ物が酸化すると。腐るね。そう。腐るっていう現象なの。じゃあ今度、鉄が酸化するとどうなる？鉄が酸化すると。まあ、茶色くなるっていう腐敗ではね、腐るであってるの。まあ、茶色くなるとかでもいいんだけど、食べ物が酸化すると腐る。じゃあ、鉄が酸化するとどうなるか、錆びる、そう。っていうように、人間も酸化現象って起こるの、実は。で、その酸化っていうのが、女の人だったらわかるけど、シミ、シワ、そばかす、たるみとか、もうそういうものなのよ。見える形で言ったら。そう。だから、人間の老化現象って酸化現象の。で、有酸素運動。でも人間っていうのは酸素をエネルギーにするミトコンドリア DNA っていうのを持ってるから、特殊なんだけれども、酸素をエネルギー源にして俺らは発達したの。だけど酸素っていうのは基本的に毒なのよ。酸化っていうのは毒なの。だから、その酸素を取り入れる量を増やすっていうのがスポーツだから。でしょ？だから、緩やかなウォーキングであったりとか、ストレッチとか、ヨガとか、太極拳とか、そういったものって酸素の供給量が少なくて、酸素と腐るは違う。いやいや、きっかけは腐る、腐敗は酸化ですよ。そう。ノリカは水素水。今、バカ、オチを先に言うなよ。ダメだよ、そうそう、悪い癖だよ。ダメだよ。抗酸化にビタミン E、大量ビタミン摂取してます。あ、だってビタミンっていうのは、もともとあの抗酸化作用が認められてる。だから水とかにレモン入れたり、ライム入れたり、お酒に入れるっていうのは、もともとそれだもん。ビタミン、だから、ビタミン C 配合とか、ビタミン C 何グラム配合って、あれ、なんつうの、栄養のために入れてるわけじゃなくて、ドリンクが腐らないためにやってるわけだからね。いや、活性酸素っていうのが、O2 ね。O2。要は、酸素を取り入れてる分には問題ないんだけど、その中で細胞をぶっ壊す、お、あの、O2 っていう状態が一番やばいんだけど、O2 が必ず生まれちゃうの。で、O2 っていうのは細胞の、分子を持ってくんだよ。要は、H を持ってくから、どん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 、DNA ぶっ壊れていくの。だから、運動やってると寿命は短くなりますよ。ただ、若いよ。やっぱり運動してる人が。だから、どっちを取るかじゃないの。だから俺はほら、運動系全然やらないから、寿命長いと思うよ。あと、一番の病気の原因はやっぱストレスだと思ってるから、やっぱり心を鍛えなきゃなっていうか、そのストレスフリーにやんなきゃなと思ってる。あと、食い物だね。食い物。食い物がめちゃめちゃ大事だね。食い物めちゃめちゃ大事。ネットで仕入れたにわか知識じゃないから。それはお前だよ。やっぱりね、ストレスって何なのかっていうのってね、難しいんだけど、やっぱりね、脳にね、不快な感情を与えるとダメなんだよ。やっぱりね、太陽を浴びて、軽い運動をして、だからね、俺ね、学校って実はうまく作ってるなって思ってるんだよ。体育の時間とかさ、やっぱ計算してやってるから、サラリーマンが8時間働いて、で、その後、アフターファイブで、ちょっと軽くジム行くとかって理にかなってると思うもん。で、できる、のんちゃんさ、これさ、俺の考えなんだけどさ、サラリーマンとかでもできるやつって、ジムとかゴルフとかさ、なんか運動やってるイメージない？できるやつはやってるね。できるやつやってるよね。できないやつはやってないよね、やっぱ運動をね。いや、できできなるいややつ、つはできない残や、業し残ち業しちゃうね。ノリコいいこと言うね。できないやつほど残業するんですよ、皆さん。で、できるやつは、やっぱ、なんかね、体動かしてるイメージ。
だから我らが祖祖はね、毎朝ランニング10キロぐらい走ってるからね。我らが祖祖は。運動をどれくらい入れるのがいいんだろうね。運動。でもちょっと体は動かさないとなぁとは思ってるんだよね。でもね、やっぱ楽しみながらやりたいんだよね。楽しみながら。もう男官塾の人にも言われたもん。たけしさんもタップやったりとか、ボクシング習ってるから、絶対財産になるから、体は鍛えておいた方がいいんじゃないですかって、その配信活動をやるっていうのはって。プランクスクワットってなんだろう。プランクスクワットっていう言葉を初めて知ったからわかんないけど、筋トレはね、体にいいって言われてるよ。筋トレは。あれ、有酸素運動じゃないから。だからまあ、スクワットだろうから、まあいいんだろうね。そう、プランクスクワットっていうのかわかんないけど。そうそう、やっぱジム通いしてるし、体がね、できてる。だから昔は太ってることっていうのは富の象徴だったんだけど、今ってね、太ってることが貧困の象徴になってるんだよ。要は、体をメンテナンスできない、自己管理ができない。あと、炭水化物とか糖分を多く取ってる人だからって。で、実際、太ってるっていうかね、太り方も健康的だよね。うまくいってる人って。プランクとスクワット、プランクがわかんないね。スクワットとかストレッチとかいいと思うよ。ヨガとか。あと、ウォーキングとか。いや、我らが祖宗。だから、我々の祖宗。イケメン。祖宗かっこいいよね。なんか、素敵な年の取り方をしてるよね。いくつだっけ、祖わかんない。宗。40代くらいかな。30代じゃないでしょ。30代なのかな。若もくうもうなん見えかる素け敵ど、だよね。すごい若く見える。若く見えるよね。ちょっとね、かっこつけてるけどね、ネットではね。サムネとかね、ちょっとなんかサングラスかけてちょっとかっこつけてるけどね。いや、そうそう、めちゃめちゃ走ってるよ。腕もめちゃめちゃ太いよ。めちゃめちゃ太い。もう、運動バカだもん。ツイッターとか見るとね、懸垂とかすごいのやってるよ。バリバリやってるよ。でもね、なんか体育会系のゴリゴリの、だからドレス、そっち側に、だからさ、男って40過ぎると、健康に走るか、健康に、食い物に走るか、筋トレとかの健康、スポーツとかに走るか、あと政治に走るか、女に走るかって言われてんの。俺ね、女にも走らないでしょ？で、運動にも走らないでしょ？多分ね、俺政治の方によるタイプだと思ってるの。ネトウヨみたいになるんだよ、多分。いや、どれはダメ。要は、どれは典型的な、要は、コンプレックスから体鍛えまくってて、体鍛えたらモテると思ってるから。あれはモテない典型例なんだよ。太郎さん、ごぼう茶で2ヶ月で9キロ痩せました。あ、太郎さんは、太郎さんはね、俺の放送じゃなくてね、なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？なんとかさんの方行った方がいいよ。なんだっけ？なんだっけな。細マッチョ、エヴァンゲリオンみたいな体っていうのはね、マッチョじゃないです。よく女の子が言う理想の体型はね、ボクサー体型の。でしょ？女の子が好き。パトラッシュさん、パトラッシュさんの放送に行った方がいいね。女の人が好き好きっていうのはね、ボクサーみたいな体型だよ。モテるのが。だから、テルチャンビンみたいな体型。で、クモンリュウとか。でもね、クモンリュウ結構腕太いんだけど、ゴリゴリに鍛えてんだけど、ボクサーの人の体型、だからカズさんとかだよね。わかる。で、意外と筋肉ゴリゴリのムッキムキはモテないの。ドレさんみたいな。いや、パトさんはね、面白いよ。パトさんはもっと評価されてもいい。
と思うんだけど、パトさんが貧乏だったらめちゃめちゃ面白かったと思う、配信者として。パトさんの欠点はね、やっぱね、あの会社5個ぐらい経営してんだよ。すごい。そうで、あのもう知り合い社長ばっかりでしょ、金持ちなんだよ。だアイテムいらないじゃん。だハングリー精神がないのよ、配信者としての。だから閲覧増やそうとかアイテムもらおうっていう気がそもそもなくて、お茶を広めたいとか、その健康法を広めたいっていう人だから、だからね、あのその数字を伸ばそうっていう気が本人にそもそもない、うん、パトさんの面白さは異常だよね。ああいう人が増えてほしいよね。うん、エヴァンゲリオン細マッチョっていうか、あれ骨格だけだからマッチョではないから、うん、細いよね。ただただ細いだけだから、ね、最近美容にハマってるんだ。あのね、美容だったら俺はね、やっぱね、あの肌とかだったら、あのよくヒアルロン酸だなんだとかさ、注射打ったりとかじゃなくて、食い物と、あのね、要はね、皮膚は吸収器官じゃなくて排泄器官だっていうね、ちゃんと医学的なことね、勉強した方が絶対いいと思う。だから洗顔と食い物と運動と、今ターンオーバーなんだよ。あのなんだっけ、サプリメント扱ってる時、そのひどいアトピーの人とかすごい良くなったりとかあったの、全然。で、あのちゃんとしたね、医者の先生のね、セミナーとか、あのちゃんと通ってね、勉強すると面白いんだけど、あの例えばさ、皮膚のステロイドって何をやってるかっていうと、要は添加物とか食ったりとか何かしらの原因があって、皮膚が体が毒だっていうのがアレルギー反応の、体が毒があるから排出しないとっつって。でアトピーの子とかってさ、皮膚をかくでしょ、あれかいたらダメだって押してるじゃん、皮膚がボロボロになるから。でもあれ中国とかだと逆に皮膚傷つけるの知ってる？知らない。知らないでしょ。で友達が重度のアトピーだったの、俺の友達が。でも皮膚とかパカって割れちゃうぐらいひどいのよ、うんじゃったりとか。だからもう裂傷を起こしてるみたいな、書いてないんだよ。でずっと悩んでて、でそいつが治ったのが中国のお医者さんに出会った時なので、その時の中国のお医者さんすごくて、かけって、逆にその剣山みたいな器具で痒くなったら針で穴開けんの、皮膚に、その傷が残りづらいように。で血を出すので、鶏肉はそこそこ食べていいんだけど、豚肉と牛肉やめなさいっていう食事改善だった。あと漢方、治ったの。すごかったよ。本当にもう絶対治らないと思ったけど治ったの。だからね、結局食い物なんだよ。だから体が毒を出そうとしてるから痒いって言って毒を出そうとして血を出すっていう。でもそう、食い物とか改善したかったら毒が出続けるから、ループで皮膚が可能してっていうのがアトピーの状態。うん、そうそう、道楽道楽。159センチ、体重56キロ、体重脂肪率 30% の豚です。私のサプリメントに騙されてきました。だからガリガリが好き。あのね、体脂肪率が高い、太ってるからダメなんだっていう考え方が嫌いだね、俺は。太ってても美しい人は美しいんだよ。皮膚に白いかさぶたができる汗腺。はいはい。無意識にガリガリやってしまう。で、西洋医学っていうのはステロイドとかは確かに効くの。だけど、末端に出た症状を抑えるだけだから、実はステロイド塗るのってすごく危なくて、ステロイドを塗ると確かに、見た目は治るの。だけれども、毒は溜まっていったりとか、皮膚が薄くなるのよ。実は俺も皮膚めちゃめちゃ弱くて、子供の頃からもうステロイドバンバン塗ってたから、皮膚すごい薄いのよ。だ、蚊にか刺されただけでめちゃめちゃかぶれるの、俺全身が。だからね、体質改善の方にね、長い目で3年で体って全部生まれ変わるのよ。だから食い物をちゃんと自炊するとか、まあ、無農薬のものを使うとか、オーガニックのものとか、油とかもサラダ油使わないとかで全然変わるよ。全然変わる。これはね、なんか変な商品売り込むとかじゃなくて、本当に変わるよ。ね、そういうところにね、力を使った方がいい、全然。
だからね、ばあちゃんが、80歳ぐらいだと思うんだけど、多分ね、未だに元気だと思うんだけど、すごいのよ。すごいのはね、やっぱ食い物。なんかばあちゃんが、その食い物すごい、ちゃんと自炊する人で、ちゃんと毎日全部作るんだけど、ばあちゃんが言ってたことね、やっぱね、医学的に言うと正しいんだよね。必ず野菜炒めとかも、ニンニクとか入れたりするんだけど、ニンニクってね、抗がん作用が一番ある野菜なの。だから、やっぱね、本能的に分かってるんだよ。あと、俺嘘だと、オカルトだよと思ってたのが、ばあちゃん味覚がおかしい時に、貝の柿を食べるの。で、亜鉛不足だ、亜鉛不足だって言ってたけど、やっぱね、正しいらしいよ。亜鉛を取ると味覚が戻るっていうのはもう医学界の常識らしい。だから昔の人って医学の知識とかなくても、そういうのを体験的に分かってたんだよね。いや、パトラッシュ枠じゃないよ。食い物だよ、食い物。あと、酵素ね。酵素。要は、タンパク質、生きたタンパク質を取れるかどうか。シャンプーや歯磨き粉を無添加にしてる。ベンジャミン・フルフォート系ですか。ハゲるとかね。歯磨き粉はね、なんだっけな、まあ、ネットワークで言ったらニュースキンがすげえいいって聞いたことあんな。なんかニュースキンやってるやつは歯の白さ異常なんだよね。でもね、やっぱりね、その健康とかさ、その美容とかって尽きないからいいよね。ずっと産業として人類がずっと多分追いかけ続けるものだから寿命がどんどん伸びてるしね。でもね、日本の寿命の高さはあれ健康寿命前だ、健康寿命じゃなくてもうアルツハイマーとかでボケまくってて、なんだろう、延命治療で薬で無理やり生かしてる状態だから、実は日本の平均寿命70歳くらいだって言われてんだよね。医療の産業で伸ばしてる、寿命を伸ばしてるだけだから、まあ、健康的に寿命を伸ばす方法を考えないとダメだよね。健康的に。別にね、159だから160センチで56キロでしょ。体脂肪率 30%、全然普通だと思うけどね。俺ほら会ったことあるじゃん、マキちゃん。一回。何年前もう。4年ぐらい前に会ったことあるからわかるけど、別に太ってると思わなかったよ。そこじゃないでしょ。大阪でね、あったもんね、一回ね。死と老いの恐怖が一番怖い。乗り越えたい。あのね、死と恐怖は救いだっていう風に思った時に、俺は小学生の時に乗り越えた。小学4年生の時。要はね、シミュレーションしたの、逆に。永遠の命ってやつを。100年生きると。それを100回やると。ね。そうすると1万年間生きるでしょ。それを1万回やると。で、さらにそれを1万回やると。さらにそれを1万回やると。そっちの方が怖えよ。要は何もやる意味がなくなるの。死ねないっていうシミュレーションをやったんだけど、俺は逆に、なんだろう、死ぬっていうのって救いなんだなと思った。死ぬから頑張るんだっていう。老いて当然なの。死んで当然なのよ。音割れてる。なんだろう。声割れだした。音がでかくなったってこと？ああ。治った？治った？これなんでだろう？なんだろう？治った？ OK、ありがとう。OK。たまにあるよね。電波障害かな、死ぬことっていうのは救いだよ、死ぬことをネガティブに捉える必要ないよ。
あ、コラボ枠つけてるとそうなっちゃうんだ。あ、うん、なるほどね。そうそう、無理やり生かしてるだけだから。だから本当は国とかがそれをルールで縛らないといけないの。だってさ、自分の大切な家族が、例えばさ、俺がのりこがさ、意識不明になっちゃって医者が殺しますかって言ったら殺したくないに決まってるわけじゃん。だから家族に決定権与えたら絶対ダメなんだよ。植物人間になっちゃったら、そんなん先生ボタン止めてお金かかるんで殺してくださいとかさ、バリバリしてる。あ、じゃあ一回普通枠に取り戻しますんで、また。はい、どうも、続きでございます。すいません、なんか前枠がバリ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 したみたいで枠を取り直しました。どうもどうも、すいません。なんかコラボ枠はね、なんか音が割れるみたいですね。戻ってきました、うん、難しいよな、健康なものだけ食べるっていうのも不可能だしな、うん、だからまあ俗に言われてるのは、まあ、がん細胞とかっていうのは、まあ、添加物が、まあ結局さ、添加物って何なのかっていうと防腐剤なわけじゃん。で、がん細胞って実はさ、細胞が永遠と増殖していって無限の命に一番近いって言われてるわけだから、俺ね、やっぱ添加物だと思うんだよね、がん細胞って。ばあちゃんも言ってたんだけど、経験的に食い物だよっつって。でもさ、添加物のないものだけを食うって現代社会ですげえハードルが高いと思うんだよ。もうスーパーでもコンビニでも売ってるものって添加物、農薬とかバンバン使ってるわけだから、どうしていったらいいんだろうね。逆に言ったらさ、そういう添加物とか、ね、そういう農薬とかのおかげでここまで文明が発展したっていうのがあるから。だからさ、もうさ、資本主義とかさ、その発展とかを考えるの一回やめて、なんだろう、国側である程度豊かである程度幸せな考え方みたいなものをさ、こう作っていかないとおかしくなっちゃうよね、うん、放射能入ってるのに添加物を気にしてもね、ん、放射能入ってるのに添加物を気にしてもってどういうことだろう、うん、マキロワード2、食い物は難しいよな、やっぱり。あと種の問題もあるよね。精子の量が減ってるっていうのさ、まあこれオカルトだと思うんだけど、これは科学的に根拠ないと思うんだけど、種をさ、買ってるわけじゃん、農家が。で、その種って実は一回こっきりなんだよね。種を産まない種なんだよ。もう要は果実が実ったら種を産まないから、種を買い続けないといけないっていう種があるんだけれども、そのせいでなんか精子が減少してるんじゃねえかっていうオカルトがあるんだけど、あのね、糖質制限は絶対やらない方がいい。俺体験でやったから分かるけれども、3回くらいやってるけど、はっきり言ってあれはダメ。糖質を断てば糖尿、あれは糖尿病患者にやるものであって、糖分を一切断つとか炭水化物を取らないっていうのは痩せるよ。それだって栄養取ってないんだもん、脳がバグるよ。ある程度取らないとダメ。特に日本人なんか米だけ食って生きてきた、米だけでやってきたんだから、無理だよ。ダメダメダメ、その糖質一切断つなんて。だから糖質を減らすっていうのは賛成だけれども、糖質一切断つのは危ないよ。マキちゃんお帰り。痩せる痩せる、ただ不健康になるよ。肌ガッサガサになるし、だってエネルギー源なんだから、炭水化物と糖分は。だからバランスのいい食事をしてればいいんだよ、バランスよく。だ、日本人が健康だったのは昔だよな。豆腐とか納豆とかさ、漬物とか野菜とか、まあ、少量の肉食って、あと米主食があってって、すごいバランス良かったもん。危ない、あのね、頭フラフラするし、本当に危ないあれは。あとボクサーの減量とか、あの糖質制限とかの考え方だから、あれをやめた方がいいよ、うん、
種を作らない花を品種改良して作り、その蜜を取ったミツバチが子孫作れんようになって絶滅。あ、だからまあ、だからそれがね、精子の量が減ってるっていうのと結びついてるんだろうけど、まあだから儲けを考えてやるっていう風になるとそうなっていくからね。病気なんだよな、人間のその欲から来る病気なんだよ。でもさ、なんか面白いなって思う現象がさ、貧困国ほど子供が増えるっていうサイクルがあるわけじゃん。日本はほら人口どんどん減らしていってるわけだし、先進国って実は人口減ってくんだよ。でアフリカとか中国とかインドとかがさ、どん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 人口が爆発しちゃってるっていうさ、食料危機の問題とかあるけど、あれなんでそんなこと起こるんだろうね。子供作ることしかやることがないのかな。なんで子供作るんだろうね。あ、これね、メガネの影面白いでしょ。普通はね、あのね、正面からか上からかライトを焚くからメガネの影が下に入ったりとかするんだけど、これね、下からライト焚いたから、この撮り方面白いんだよね。下からねライト当てるってないから、試しにやってみたの。ウケるっていうかね、俺結構気に入ってるんだけど、下からライト入れてるから。まあ、プロカメラマンとか嫌う手法だろうね。土人は、動物に近い生活をしてるということ。なるほど。地球上のね、適正人口わかんないけど、俺はね、日本の国土を考えたら3、4千万人がちょうどいいんじゃないかなっていうのは感じるかな。江戸時代ぐらい。江戸時代ぐらいの人口。日本だったらね。それが一番なんか適正に経済回る数字なんじゃないかなとか思うけど、地球だったらどれくらいなんだろうな、ちょっと地球規模だと分かんない、考えたことないな。日本だったら3、4千万人ぐらいが一番ベストなんじゃないの。まあ政府もそういうふうにやろうとしてるんだろうけど、でもまあちょっと危ないよな、この急激な減りっていうのは危ないよね。ゆっくりゆっくり減らしていくんだったらいいかもしれないけど、中国とかもさ、ほらこれから超あの格差社会と超あの少子高齢化社会、日本以上のやつが来るのよ。もう20年後とかにあの一人っ子政策とかやってたから、もうとんでもないことになると思うよ中国経済。今がピークだろうね。もう衰退化始まってるんだけど、戦争の時の名残だよな。産めよ増やせよで、戦争の時はどん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 子供増やそうとするから。でもなんかもう、なんだろう、文明が発達していくことを前提とする社会は、 AI が普及したら必要な人口はさらに減るだろうな。いや、そこは関係ないと思うよ。なんかその AI 信者の人が、なんか AI がさ、人工知能、要はなんかターミネーターみたいなものができると思ってる人とかも、俺オカルトだと思ってるし、もうそれ絶対ないっていうか、もうまだまだとんでもなく先のことだと思ってるし、 AI が普及したら逆に必要な人口っていうのがそもそもないから、あの生産率を上げればいいだけだから、だから逆に言ったら地球の許容できるスペックみたいなものが AI で測ることはできるんじゃないの。日本には何人しか住めませんとか、どれくらいが適正経済ですとかになるけど、必要な人口は減るっていうふうには思わないよ俺は。生産性は上がるわけだから。っていうか生産っていう活動をしなくていい、良くなるだけだから AI っていうのは。でもね、 AI が普及したところで今の社会システムだったら俺ら幸せにならないからね。貧乏人がどんどん貧乏になっていって、 AI を開発してる会社がどんどん栄えていくだけだから、
なんかそう AI があったらベーシックインカム導入できるとかいうふうな極論を考えてる人とかは俺はパッパラパーだと思ってるね。やばいなこいつみたいな。なんかその実は AI の分野とかが一番あの最先端なのって農業なんだよね。 AI が AI あなんだっけ、あれでしょそれってなんだっけ、あのレバレッジが効いてる状態でなんだっけなんだっけなんとか、なんだっけな、用語が出てこないんだけど AI が AI を開発できる、どうなんだろう AI が AI を開発する、できんのかな、どうなんだろう、なんか俺は現実的じゃないような気がするんだけどな、どうなんだろうね、まだまだまだ先なんじゃないかな AI が AI を生む、自分以上に優秀な AI を生むっていうことでしょ。いやそれって単純にそのパソコンのスペックとかの問題だと思うから、いや俺それはないと思うよ。自分より劣化した AI っていうかプログラムのそのランダム性を書き換えてみたいなことは、なんつうんだろう、パソコンの処理ガーってスーパーコンピューターでやったらできるかもしれないけど、確率的にまあすごいのたまに生まれるかもねみたいな話だったらわかるかもしれないけど、結局そのなんだろう、脳みそで言ったらシナプスの数とさ、 AI で言ったらその CPU とか処理速度のコンピューターのスペックに依存するわけじゃん。でそれを作るのは人間だから、それはねあんまピンとこないかもしんないな。いや俺はオカルトだと思ってる。それはなんかそれってあの幽霊がどうのこうのって話してるのと一緒だと思う。AI の分野、あまあまあそうだろうね、詐欺師が蔓延してる状態だから何もできないっていうかさ、資本主義でうまくいく人っていうのは詐欺がうまい人だから、あのなんだろう、囲碁の分野で人間が負けることだって予想されてなかった。いや全然予想されてたよ。あのね、あのっていうよりもその海王子さんがどれくらいのその知識を持ってるか分かんないんだけど、そのなんていうのかな、まず何かを計算させることで言ったらもう人間よりも AI の方が早いのよ。要は足し算引き算、まあゲームだよね、囲碁とか将棋、多分ね将棋もね今ね羽生さんよりも AI の方が強い状態なんだよ。ただそのお金が儲からなくなるから、あの将棋協会がただマッチメイクさせてないだけで、商業的な理由なだけで、多分ねもうずっとね羽生さんとやったらね羽生さん超えると思ってんのよ。あ、底辺は減ります。はい、萌肌さん当たってますね。はい。予想されてた。で、一番有名なテスト。まあ、だから、簡単に言うと、計算をさせる、単純計算をさせるっていうスピードで言ったら、もう人間をはるかに凌駕してるんだよ。ただ、人格を持つかどうかっていう話になると、全く進んでないの。で、こっちの方が重要で、要はゼロから何か新しいアイデアを生み出すとかそういう分野は全く機能してないの。それは人間の方がはるかに得意で、有名なテストがあるんだよ。壁の花火ありがとう。いや機械学習についてっていうのは簡単じゃん。結局データ過去にあるデータを記憶をバンバン詰めて、そっから最善のパターンをどう出すかっていう計算の処理をさせてるわけだから、それはだってコンピューターの方が得意じゃん。要は記憶は完全に正しい状態でバンバン、要はパソコンのスペック分詰め込めるわけだから、だからそういう分野においては勝てないの。そういう分野においては勝てない。だって実際そのみんなググるっていう作業っていうのをやってるっていうことはそういうことだから。あ、花火ありがとう。で壁の向こう側に、例えばコメント欄に AI が入ってて俺が人間だっていう判断をしたらそれは人工知能だっていう定義があるの。有名な壁の向こう側に話しかけて、要は文字でのやり取りをして人間かどうかわからなかったかっていうこと
でも、うーん、今のところそこまでいってないなっていうのは思うよね。うん、だからボットみたいになっちゃう。あれってこれボットじゃねえってバレちゃうんだよね。俺は AI だよ、俺は。っていうかね、あの AI がそこまですごいものだっていう認識が俺の中にないね。っていうのも、なんか AI のね、その歴史を調べるとわかるんだけど、結構ね、その5、60年前からAI ブームみたいなのがあって、ビッグデータから、そうそうそう、法則性を抽出するのが AI の基本だよ、本質だよ。だけど人格性はそこにないわけだから。だから、計算をさせたら得意っていうだけなのよ。だから AI が AI を生むっていうのが、だから何を根拠に言ってるのかっていうのを知りたいかな、海の王子さんが。俺は、なんだろう、例えばその観測とか、そのだからデータとか計算が楽になるっていうだけだから、そろばんと電卓のすごいやつっていう認識かな。うん、あ、だから医療とかの内科医はいらなくなるんじゃないかなとか思ってるよ。うん、ただ手術とかを AI にやらせるっていうのはまだ現実的じゃないと思ってる。内科医の場合ってさ、その質問するパターンを入力してビッグデータから最、だからね、実はね、あ、人間の内科の診療の薬の適合、要は診断の成功率ってね 30% らしいんだよ。だから7割の人は偽薬を与えられてるっていうか、全く効果のないものを与えられてる状態で治ってるから、プラセボでほとんど治ってるっていうのがあるんだよ。でもまあそれはしょうがないことなんだけど、だからね、でもね、裁判とか政治家の代わりになるって思ってるのは俺は結構やばい考え方だと思ってて、でそれはなんでかっていうと、裁判、要は日本の裁判とか判例をもとにやってるから、じゃあ機械の代わりになるじゃんって考えちゃうのすごく危ないことで、いやそれってさ、って裁判やる意味ない、そもそもなくないっていう話になってくるし、あの政治家ってさ、その時その時に求められてる国民の問題とかをさ代表させてやる仕組みだから、あの投票をコンピューターとかでやったら便利だよねっていう話だったら分かるんだけど、政治家を AI にやらせるっていうのは超やばい考え方だと思うよ。人格性がないから人件費を削減できる可能性がある。それはある、それはある。だから何だろう、産業革命の時みたいに、あの農業とかを自動化でやる、要は天候とか気圧とか全部測ったり、台風とかを予測してどれくらいの生産性を見込めるかみたいな、そういう分野っていうのは、例えばそのアマゾンの倉庫とかを完全機械のコンベアで回して、何だろう、配達も自動運転でやってとかだったら話はわかる。ただその AI が人格を持ってっていうのは俺はオカルトだと思ってる。うん、だからその分野による大体。うん、いや、優れてるか優れてないかじゃない、要は優れてるか優れてないかっていう判断っていうのはその時その時で変わるわけよ。だから何て言うのかな、 AI がやって良くなるっていう話じゃないと思ってんの。要は完璧な民主主義はできるけれども、俺はそもそも民主主義が欠点があるものだっていうことを理解してない、海のおじさんは。完璧な民主主義をやるんだったら AI に、要は完全にスマホでポチってやって投票させて、でもそれってなんつうんだろうな、多数決の論理が通用するだけで、俺はそもそも民主主義っていうのが良くないと思ってるから。 AI は人間を置き換えるものじゃなくて補助ツール、そう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 、そういうこと、そういうこと。人格がなくてもメーカーのようなものを書くことはできるって思ってるのがやばいと思ってるって話よ。海の王子さんのその考え方がやばいと思ってるっていう。民主主義は多数決、 AI に決めさせるのはその逆だよね。どうしようかな。まあまあいいんだけど、海のおじさん質問をすることは、なんで俺の質問には答えてくれないの。代替可能なものは俺もあるとは思ってるけれども、
じゃあ例えば AI が何かをやったら人口が減るっていう論理はなぜ話してくれなかったの？うん、そうそう、質問を質問で返したら会話にならない。うん、AI が発達していくと人口が減るって俺はそう思わないよって言ったことに対するアンサーっていうのはなんで答えなかったスルーされたんだろうっていうのと、あと人格がなくても名画のようなものは書くことはできるっていうふうに思ってるじゃん。海のおじさんがそう思ってることは構わないんだけど、俺は名画っていうのは誰が書いてるかっていう価値の情報といいって思う人がいるかどうかっていう問題だと思ってるの。だからコンピューターが AI で絵を描くことができるとしても、それを民衆が素晴らしい名画だっていう価値判断をするとは俺は思ってないのよ。なんでそれができると思うのかっていうのを根拠を教えて。物を決めるために必要な人口、物を決めるために必要な人口が減る、物を決める、仕事がなくなることと人口が減ることはイコールではないじゃん。わかる？いや、AI で復元とか再現とかはできるよ。だけど、だからさっきも俺が言ったけれども、誰が描いてるのかっていうので、絵っていうのは価値があるものだからっていう。だからずれてるんだって。例えばね、海の王子さんは政治家がいらなくなったら政治家の人口は減らすべきだって言ってるの。死んでいいって言ってるの。で、農業がなくなったら農業をやる仕事の人は死んでいいって言ってるのよ。そうじゃなくて、なんで農業をやることがなくなったら他の仕事をすればいいだけで、食料生産の数っていうのは上がるから人口増えてもいいんじゃないっていう反論をしたわけじゃん。そこに対するアンサーにはなってないじゃん。わかる？民主主義ってどこかしら感情論が入ってるから成り立ってるとは思えないんだけど、今はだから民主主義よりも、なんていうのかな、俺別にあれだからね、左じゃないからね、そこは誤解しないでほしいんだけど、民主主義ってもともと、その、なんだろう、民衆が国、要は、なんつうの、貴族とか王族とかを取ったっていう文化を持ってる国だったら、すごくいいものだと思ってるんだけど、日本はそもそも、社会主義的な国家が前提として完成された状態であって、戦争で負けてアメリカに植え付けられたから、別に民衆が戦争を起こしたわけでもないし、民衆が国に、なんつうの、政権を取ったという事例がほとんどないわけだ。だからもともと完成されて豊かだった文化っていうのを勝手に戦争負けたから植え付けられたもんだから、民主主義っていう制度が俺は良くないと思ってるの。良くないっていうか、日本に合ってないっていう感じかな。いいか悪いかは別として、より少ない人口で社会が構成できるという意味ですよ。それ、より少ない人口で社会が構成できることと、人間がいらないっていうことは別の論理じゃないの。どうなんだろうと俺は思うよ。より少ない人口で社会が構成できるかどうかと、人口が実際にいらないかどうかは別の議論だと思う。で、より少ない人口で社会が構成できるかどうかに関してはできるけれども、それがいいことだとは俺は思ってないよ。いいか悪いかは別問題だと思ってる。まあ確かに、だからより少ない人口社会は構成できるという意味であれば俺は正しいと思ってるね。その件に関してはできる。ただだからといって人類が発展するとは俺は思ってないね。もちろん。お尻触る。世界の適正人口は難しいですね。世界の適正人口をなぜ人間が考えなければいけないのかっていうところに対しては俺が反対意見は持ってる。で、なんでかっていうと、それって管理をする側の人間とか、そのなんか俺が王だって考えてるやつが勝手に思ってるだけで、人間も動物なんだから勝手増えれば増えるほどいいっていうのが
やっぱり基本にあると思ってるから、うん、根底にある根底にあるなんとなくの法律でなんとなくなってる、うん、よくわかんない、お、テル久しぶり。本人？おしょ。あ、ありがとう。え、テル今6000人もフォロワーいんの？テルがね、花火投げるときはね、企画の誘いのときなんだよ。次何の企画？テルが花火投げてくれた。これね、多分ね、人が足りなくなったんだよ。企画の誘いでしょ？俺わかるんだよ。テルがね、花火を俺に投げてくれるときは、あの、バーターを必要としてるときの。多分ね、なんかのイベントか、なんかの出演者が足りなくて、ちょっとワド出てくんねっていう感じなんだよね。テル久しぶり。歌うまの多分ね、ケツは、そうでしょ？絶対そうなの。困ったらワドみたいなところあんの？テル。で、いつもね、あのね、あの、企画のね、2週間前とかね、1週間前とかの、人が足りない時にね、花火投げて、ワドちょっと暇みたいな。いや、聞くよ、何？絶対なんかで欠番が出たんだよ。もう、あるあるだから。あるある。フットサルか、歌うまか、なんだろう。何の企画だろう、今回は。誰かが決めた法律の中でそれが正しいことになるよねってこと？俺はそれに反対ってことかな。うん。富士そばは数合わせの和道とか言わないで。文化祭？何文化祭って。文化祭やんの？文化祭やんの今度は。うん、あ、いやいや全然、あの、行くよ行くよ、うん、俺も何回も企画ね、テル二言返事でいつも動いてくれてるから行く行く。あの LINE ちょうだい。あのテルの誘い行くから。テルの誘い行くのはいいんだけど、なんかテルのリスナーとか他のリスナーが俺のこと叩くから嫌なんだよね。なんかいつも悪者にされるんだけど、いつもさ、なんかさ、人柱みたいなさ、アンチの集積場みたいになるから。文化祭やろうやろう、文化祭やろう、やるやる、うん、楽しそうじゃん、文化祭やろう、うん、いつもね、なんかね、あの嫌われ役みたいな、なんかテルとかの好感度が上がって、何にもやってないのに、一言も喋ってないのに、なんか和道最悪、空気読めないみたいな、あのさ、そのしつけがなってないよね本当に。なんでなのあれ。どの企画出ても、特にテルのところとフットサルとかさ、もう俺一回も断ってないの。テルから誘われたら全部行ってるじゃん、3回まで、うん、のんちゃんも毎回行ってるじゃん、うん、毎回悪者にされるよね俺、うん、一生懸命やったっつうんだよな、うん、いやわらじゃないよアモちゃん、ほんとひどいよ、風当たりがきついんだってほんとに。文化祭楽しそうだな、配信者文化祭どこでやるんだろう、会場が厳しくね、うん、何やる文化祭俺ら、何やる、お化け屋敷、お化け屋敷、たこ焼き、クレープ、許可が大変だろうね。あの、なんだろう、まあ俺食品衛生管理持ってるし多分大丈夫だと思うんだけど、食い物も。カレー屋さんやる。カレー屋さんやろうか。カレー、危ない危ない、いやだ、俺のカレー美味しいんだよのんちゃん。美味しいけどさ、うん、カレー屋さんやろうか。ないよ、うん、何が危ないの。毒盛られたりした。密かにひそかれっつって、うん、食い物危ないね、うん、アンチが毒、ヒ素を混入する可能性あるからね、うん、食い物やめよう。
写真展でもお化け屋敷とか面白いよね。うん、写真展はつまんないでしょ。俺の写真見に来るブースとか開いても誰も来ないでしょ。ポツンポツンだよね、うん、一番人気ないコーナーになっちゃう。文化祭企画はありだね。会場だよね。相当広くないとできなくない？うん、どっか借りるのかな。金持ってるからな。青山財団が動くからね。青山財団が。のんちゃん太ももマッサージして。なんかね、右の足の付け根あるじゃん、あの膝のところ、そこはつるんだよね。そこらへんが、そう、ふくらはぎの下の方、その辺、うん、つるはマグネシウム不足。マグネシウムが足りないの、うん、マグネシウムって何食べれば取れるの？バナナ。バナナ、バナナ食ってねえな、うん、殴られや香水飲む。俺さ、でも殴られや向いてると思うよ。あのこれね、意外と褒められるんだけど、ビリーさん、あのね、ディフェンスうまいって言われるの。俺実はね、あのクリーンヒットね、結構ね外すのうまいんだよね。殴られや向いてるかもしんない。あの防御硬いから。16オンスで、うん、30秒間避けろって言われたら多分できると思うんだよな、素人だったらね。長蛇の列ができたらやばい。長蛇の列儲かるじゃん。1000円で30秒殴られやね、殴られや避けていいんだから儲かるかもしんないよね。分かんない、ボッコボコにされるかもしんない。強い人来ちゃう。どれとかカズさんとか日高さんとか辰彦とか来るんでしょ。やだよ。写真展いいんだ、うん、写真はね結構撮ってるからね。写真いいでしょ。これも展示するとなるとプリントアウトしないと。ああでもまあ今安いよ、あのプリントアウト1000円ぐらいで1枚できるよ。みたいなの入れる。いいんだよ、なんかセロハンテープで貼っとけ。大丈夫大丈夫、セロハンテープで貼っとけばいいんだ。画鋲で止めとくとかさ。そうそうそう、雑だな、うん、撮影してくれるブースは全然ありだね。あ、それいいかもしんないね。青壁前にもともとだってほら超有名な配信、あの殴られ霊屋さんいたじゃん。もう漫画とかさ、ドラマとかに出てくる有名な人、俺見たことないけど、もう引退しちゃってる人ね。なんかガローデンっていう漫画にも出てくるしね。青壁前でやってたんでしょ、もともと駒劇のところでやってたか、あそこだよ、うん、あそこは殴られ屋のメッカだけど全然当たんないらしいよ、おじいちゃんなんだけど。いや、もっとほぐしてよ、うん、いや、捨て頃あとね、旅行行きたい旅行行きたいっつって全然行けてねえんだけど。のんちゃん旅行ってきたらダメ？3日間ぐらい行ってきていいの？旅本当に、うん、え、俺今から行ってきていい？旅、まだ今から大根とか肉が腐っちゃう。で、食べればいいじゃん、のんちゃんが。今から行ってきたらダメ？ちょ、3日か1週間はダメ？ちょ、1週間ぐらいもう本当になんかボケっとね旅したいんだよ俺。そんなだってシャカテペコは、いやだから餌あげてよ、普段あげてんだから。九州か、
ダメ？いや、何にも考えないでプラーッと出たいのよ。じゃあ最長何日行ってきていいの？3日。3日？3日だとゆっくりできないじゃん。さつま揚げ食いたいよね。3日。3日か。3日。寂しいって。だって別に関西この前行ったよ俺、うん、関西この前行った。寂しいっつってもね、1週間ダメ？寂しくて死んじゃうの？3日。4日は？4日か5日。5日ダメ？なんで5日？3日も5日も変わんないじゃん。のんちゃんも鳥も連れてくればいい連れてくればいいって、あの大変なんだよシャカとペコ。あとのんちゃんがまず外に出ないから、のりこをコンビニに連れてくだけでどれだけ大変かって話だから。どこ行こうかな。3日だと移動して終わりじゃん。3日。どこ行こうかな。3日だっていっぱい。じゃあ2泊3日。え、あれ減ってんのなんで日数減ってんの？2泊3日って3日じゃん。まあだってさ、3日っつってもってことは中1日しか遊べないじゃん。なんか、まあ、こなんなんだよ。でも普段からじゃあ大事にしてよ。のんちゃんも一緒に行こうよ車で。さあ。してる。え？大事にしてる。寝てるだけなの。どっか行こうよじゃあ3日ぐらい。車で。あ、じゃあそしたら餌あげらんないよ。いいよシャカとペコ預けて。ちょっと3日どっか行くよ俺。どこ行こうかな。旅にどこがいいかな。3日。3日でどこ行ける。どこ行こうかな。3日。韓国行ってみたいんだけど俺パスポート持ってねえんだよな。でもさ、韓国で配信あんまやってなくない？誰も。カジノって配信できたらいいんだけど、カジノやってみたいんだよな。もう狂ったようにずっとバカラとかやってみたいんだけど、ブラックジャックとか。韓国のカジノ行ったことある人いる？この中に。韓国のカジノいるかな。行ってみたいんだよなカジノ。人生で一回も経験してないからさ、カジノがどんなものかやってみたくない？セブンラックっていうのがあるんだ。サプリは何、配信回してたの？怒られないのかな。あと日本語はどれくらい通用するのかとかさ。今カジノの最先端でマカオだっけ？あれだよね、ラスベガスじゃないんだよね。そう、ラスベガスもうダメになってんだよ。あれマカオだっけ？マカオってどこ？分かんない。マカオって台湾？マレーシア？分かんない、でもなんか海外はどうなんだろう、カオス連れてこうかドラッグパーティーになるだけでしょ、うん、韓国ね。韓国って飯うまいのかな。どっか行きたいな。
九州って何がある？九州わかんない、行ったことないから。俺は稲子の家に行ってすぐ帰ってきちゃったから俺もわかんないんだよね。稲子の家はわかるんだけど、うん、阿蘇山、阿蘇山って聞いたことあるな。なんだろう、阿蘇山、てかあれだな、アルファさんと写真撮り行きたいな。最近行ってないよね。うん、もう近場は行っちゃった感じなんじゃないの。あ、でもなんかどうなんだろうね、アルファさんと写真、アルファさんと一緒に行ったらいいのか、うん、3日ぐらい、うん、桜島見たよ、うん、桜島すごかった。鹿児島のなんか本当に駅降りるじゃん、見えるの、海の向こうにでっかい島があるの。あれはなんか絶景だよな。でも稲子の家に行かないといけなかったからすぐ移動して寂しかったんだよ。あ、でも今台風の時期だからもうちょっとした方がいい。なんで俺を外に出さないように出さないようにするの。すげえ悲しいんだけど。結構外出たがりだからね俺、普段引きこもりなんだけど想像的に外出たくなるんだよね。あれ、アメリカ人って北海道から帰ってきたのかな。北海道行ってるよね多分、うん、帰ってきたのかな。北海道もう寒いぞ。北海道もう寒いだろうね、うん、北海道寒い、北海道は行きたくない。行くんだったら暑い時期だよね、うん、北海道は。もう知ってた、北海道って夏沖縄より暑いんだよ、うん、意外とね涼しいと思ってるけどね、暑い北海道なんもないからね、日差しが強い、うん、わかんない、どうなんだろう。まあいいや、まあアンチがムカつくっていう枠でした。お疲れ様です、ありがとうございました。アンチムカつく、アンチがムカつくっていうか、まあミウルムカつくっていう枠でした。お疲れ様です、ありがとうございました。